こんにちは、付録レビューチャンネルです。今回は12月7日発売のインデッド1月号を開封レビューします。この動画を見て気に入っていただけましたら、よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。またこの付録を購入された方がいらっしゃいましたら、使用した感想などをコメント欄で教えてください。開封してほしい付録のリクエストもぜひコメント欄で教えてください。インデッド1月号の特別付録はムーミンマルチ管理ポーチとローラーシュレイ2023年お花カレンダーです。今月のインレッドは2つの付録付き。ムーミンのマルチ管理ポーチとローラーシュレイのカレンダーが付いています。ムーミンのマルチ管理ポーチはくすみブルーの大人っぽいデザイン。ムーミンやリトルミー、ニョロニョロの楽しい柄。砂ふきも描かれています。後ろ側も同じ柄。こちらではスナフキンが上の方にいました。ポーチの周りにぐるりとテープがついているのですが、後ろ側のテープの端だけ処理が少し雑でした。後ろ側の下の部分なので位置的には目立たない場所です。ポーチの背の部分はこんな感じ。持ち歩きにも便利なスリムな形です。内側は鮮やかな赤。ツルツルしたポリエステル生地なのですが、光沢感があって綺麗な素材です。中央のバインダーにセットできる4枚のクリアケース付き。左側には横長のポケットと、その後ろにファスナー付きポケットがあります。通帳などの収納にも使えるサイズ。ファスナー付きポケットに小銭を入れた場合、たくさん入りますが、ポケットにマチがないのであまり大きく開かず小銭が探しづらいです。小銭は付属のクリアケースに入れた方が一目でわかるので便利です。反対側にカードポケットが4枚分。ポケット部分の厚みもしっかりあります。
スライダータイプのクリアケースは半透明。それぞれムーミン、リトルミー、スノークのお嬢さん、スナフキンがプリントされています。お金の管理に使う場合、週ごとの予算を入れたり、外貨を分けたり、レシートの保管にも使えます。クリアケースは中が見やすいので、細かな文具や推し活グッズの収納にも使えます。中央のバインダーは6結タイプ。左側のポケット2個は横幅が約 20.5cm、 深さはオープンポケットが約 7.3cm、 ファスナー付きポケットが約 9.5cm です。ポーチを閉めると赤いファスナーがアクセントになって可愛いです。2個目の付録はローラーシュレイのカレンダー。表紙には70周年記念のマークが入っています。ブランドの花柄を使った壁掛けタイプのカレンダー。今回のカレンダーは仕様に問題はありませんが、紙が少し薄いタイプでした。1年間華やかな柄が楽しめます。カレンダー欄は2ヶ月ごとの記載。日曜始まり、土日祝の日付が色分けされています。日付の文字は小さめのタイプ。広くはありませんが、予定を書き込むスペースもあります。付録アイテムの中でも人気の便利な管理ポーチ。今回はくすみブルー×ムーミンの大人っぽいデザインでした。ローラーシュレイのカレンダーは華やかな柄で、1月から使うのが楽しみです。最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。